パリ造幣局はフランスでユーロ硬貨の生産を担当している国有企業である。連続稼働している造幣局としては最古のもので創立は西暦864年である。パリとペサックの2カ所で運営されている。元はフランス財務省下の通貨とメダル局であったが2007年に独立した法人格となった。 西フランク王シャルル2世のピトル直霊によって、西暦864年6月25日に設立された。したがって、フランス最古の行政機関となる。EN、ホテルデモネ、パリは18世紀の建物で、パリロックに建っている。最寄り駅は、パリ地下鉄7号線のポンヌフ駅である。一般市民に公開できるようにする2011年に、 開始された改装プロジェクト、メタルモルフォーゼが2017年9月30日に終了し、敷地内の80%が見学可能となった。ムーゼジュ11コンティと呼ばれ、貴重なメダルなどのコレクションが展示されている貨幣、博物館、イベント会場、レストランなどが入った複合施設となった。ジロンド県ペサックの施設では、 偽造ユーロ効果の分析研究を行う機関などが置かれている。フランスのユーロ効果のほか、タイやレバノンなど海外の効果製造を受け負っている。ありがとうございます。